はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテンに毎日更新でレゾーゲームを遊んでおりますよ的な動画ですよ。よろしくお願いします。今日のゲームはこちら、バトルサッカー2です。で、バンプレスト、1994年11月25日の、サッカーゲームでしょうということですね。1はやったけど、あんまりこう楽しめなかったというか、あんまりわからなかったというかですね。この各キャラクターならではの能力とかが見られなかったような気がするんですよね。今回はどうでしょうね。その辺どうなってるかちょっと楽しみですね。というわけでよろしくお願いします。今日のワンコンで1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームかをやっていこうとは思っておりますが、サッカーゲーム、スポーツゲームの場合はとりあえずシステム的なところを見ることできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。よし、行きましょう。どんなかな。お、喋った。マンプレスト、バトルサッカー2。ライダー、ウルトラマン、ガンダム、系が大暴れ的な感じですね。オプション。キック、切り替え、キーパー大ジャンプ、X、キーパー呼び出し、B、パスダッシュ、Y、シュート。B でパスして Y でシュートね。でキックってどういうことだろうな。セミオートはオンにしていいんじゃない？ダメかな？よくわかんない。 AI レベル普通弱い。 Y でシュート、 B でパス、 X でキーパー呼び出し。そう、 A の、キックがわからんな。あれかな、乱闘要素かな。サードボタン、ちょっとやってみましょうか。エキシビション間違ったね。エキシビジョン。ストーリーモード的なのはないわけね。いいや。What's Player 1? ノーマル。B ボタンを押すと元に戻るらしいっす。A ボタンで決定しないといけない。A ボタン。ニュータイプ。ザ・メガトンパワー。これはあれか。ウルトラマンサイドの敵キャラサイドか。これはガンダムサイドの味方サイドというか、これはガンダムサイドの敵サイドか。何これ、ウルトラファミリーズ、ショッカーの皆さん、サイクロン、6つ、1リーグ6つのチームがあるっぽいね。B リーグ。あれでも、メンバーは一緒？あれの、名前が違うぐらい、チームの。よくわかんねえな。ユーザー。とりあえずじゃあ、ニュータイプでいきます。バランスいいぜ。慣れれば強いぜ。7人、フィールドプレイヤー7人、キーパー1人のあれらしいです。フォーメーション、これが本当にバランスいいかがわからないんだ。バランスいいとでやってみよう。よし、いけ。よくわからん。相手チーム、なんか面白そうなチームないかな。この辺じゃ面白そうだね。スタジアム、キャニオン、アイスバーン、コスモ、ファクトリー、デザート。
多分滑るんだろうね。どうなるんだろう、重力があれなのかな、なんかボールが伸びやすいのかな、ファクトリーなんかギミックがあるのかな。まあボールが止まるだろうね、スタジアムで。お、スピーディースピーディー、あ、ちょちょちょ、すげえスピーディーだけど、なんか、あ、必殺技、ゴールゴール決められた時スローモーションなのね。めちゃくちゃあの対戦相手をまたいで煽るやん。ちょっと待ってよ、 B がパスだったっけ、 B がパスか。おっそ、キャラクターによって性能がやばいのが、あ、これ今コンピューターレベル普通なんだよな、弱いにしようかな。速い選手でもさあ、もう、あ、マップがよく分かってなかった。必殺技はパスで使ってきたか。あ、必殺技、すげえなんかスピーディーだな。はなんかあれだな、お、 Y でなんかタックルした、あ、しまった、 B がシュート、これどうだったっけ、 Y が、あれ、 Y と B どうだったっけ、あ、なんか拾ったらしい、なんか必殺技を今手に使ったな。そうそう、 ZX めっちゃ速いな。あ、何してんの、普通に何してんの、こいつめっちゃ強い、あ、なんかチートキャラなんだけど、あ、あのパワーがこうゲージが上がってる時に何かを押せばなんかシュインってなるのかな。なしてなしてなしてん、アマゾン、ゲージを見ながら動こうとするとすぐ取られる。ハーフタイム、いやー 5-0 か、まだまだ勝負は分からんな。あ、 BGM がかかった、変わんなかった、おー、ナイス、パンチング、大ジャンプってボタンあんだな。
あれ、なそれ、合体シュートみたいな。いや、慣れりゃ面白いんだろうけどな。ゲームセット。いや、ペナルティーエリアに入るまでは何とか行ったんですけどね。必殺技って書いてないもんな。どっか必殺技を押す、まあまあ説明書見れば分かるんだろうけどな。フォーメーションオートマニュアル。キーパー小ジャンプ、 B パスダッシュ、あ、ダッシュとかあったんだ。ちょっと弱いで一旦やってみたいな。いや、はい、というわけで、本日お送りしているのはバトルサッカー2というですね、ウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムたちのキャラクターが大集合してサッカーしようぜ的なゲームでした。はい、まあ結構スピーディーな動きができるので慣れたら楽しめるんじゃないかなという印象を感じたものの、まあ、基本操作は分からないけどなかなかですね、まあ、見てるだけでも面白いかもね、もしかするとこのコンピューターの戦いを。あとキャラクター適性というかキャラクターの性能とか、誰が足が速い遅いとかをちゃんと分かってないとなかなか使いこなすのは大変そうですね。この必殺技の使い方とかは条件もよくわかんないし、あのパワーが黄色くなったタイミングで何かをすれば何かが起こるなと思うんだけどな。で、そんな感じで以上です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。このゴールになった時のスローモーション演出何なんだろうな。さよなら。